こんにちはのイヤーです。今回はラボの工学脇解説していこうと思います。今回はこんな感じの順番で紹介していきます。1点カードキーなし工学アイテム脇場所、2点カードキーあり工学アイテム脇場所、3点色付きカードキー脇、上記の3つを紹介していこうと思います。ラボ限定の工学アイテムを入手したい方は、今回紹介するところをしっかりとスナドっていただければ問題なく入手することができると思います。一応右上にマップ出しておくので、それをチラチラ確認してから見てください。ほな、やっていきましょう。アーセナル側の工学アイテム脇場所、まずはじめに紹介していこうと思います。1箇所目は Y 中の光学アイテム脇場所です。赤い車の付近の地面にスポーン箇所があります。ここです。次に Y スイッチ中の光学アイテム脇を紹介していきます。ここには光学アイテム脇が2箇所あります。こことここです。次にインテリ中の光学アイテム脇を紹介していきます。ここのは複数箇所光学アイテム脇があります。ここの地面と棚の中、机の上に2箇所です。次にキャットの光学アイテム脇を紹介していこうと思います。机の上とサイドに光学脇が点在しています。ここも複数箇所湧くので要チェックです。ということで、次は逆側のウェポン側の光学アイテム脇を紹介していこうと思います。まずはじめに紹介するのはガラスオフィスです。ガラスを割らないと中に入れないので、スナドる時点で敵に位置知られてしまうリスクがあります。ですが、ここにも複数箇所光学アイテム脇があり、ここの上と棚の中と、ここの棚も稀にあります。机の上、金庫の上ですね。次に医療テントの光学アイテム脇を紹介していきます。この長い机の上に計3箇所脇場所があります。だいたいナイフで殴っているあたりです。あと、ここは決まれですが、光学アイテム脇があります。ここの机の上にも稀にあります。次はウェポン横の光学アイテム脇ですね。こことここにあります。次にウェポンテイスト中です。だいたいこことここの2箇所に光学アイテム脇があります。次に B 中の光学アイテム脇スポーンですね。ここの地面にあります。カードキーあり光学アイテム脇場所を紹介していこうと思います。まずはじめにイエローカードキーです。こことここに光学アイテム脇があります。次にアーセナル中の2箇所の色付きカードキーです。まずはじめにバイオレットキーです。ここの棚と地面、ドロア、上、地面、椅子の上、クロクレート裏の棚、アタッチメント脇の下にも稀に湧きます。
次にレッドカードキーです。ここ上とここの棚に2箇所、椅子の上、鍵を使用した中にも光学脇のある棚あります。位置は完全ランダムです。次の場所まで移動していきます。次はこちらブラックカードキーです。ここにはラボ限定アイテム等は湧きませんが、注射器がたくさん湧きます。今見てる感じで見ていっていただければアイテムを見逃すことなく取得できると思います。次にグリーンカードキーです。横にある階段を登ってください。ここの部屋は今から見る感じで見ていってください。昔は LEDX も湧いたりしたのですが、もう最近は見ていません。基本的には注射器が湧いていたらラッキーです。でここが本命なんですけど、ここの地面と椅子と地面に光学アイテム脇があります。忘れてたけど、ここにもたまにあります。ここに昔ブラックカード湧いていたはずです。なんだかんだ数シーズン見ていません。脇多分消えていると思います。ブルーカードキーは特に美味しくないので紹介しません。では最後に色づきカードキーの脇位置を紹介していきます。まずはじめにアーセナル中のカードキー脇を紹介していこうと思います。この本の間にグリーンカードキーがスポーンします。次はキッチン中のカードキー脇を紹介していこうと思います。ここにイエローカードキーがスポーンします。次は空中庭園のカードキーが脇を紹介していこうと思います。ここには2つカードキーが湧く可能性があります。ここにグリーンカードキーが湧きます。ここの机の上にイエローカードキーが湧きます。次に薬品テントのカードキー脇を紹介していこうと思います。ここの机に色づきカードキー脇があります。自分は今期見逃しました。 TT あとここですね。ここにブラックカードが湧きます。最後にブルーへ向かっていこうと思います。ここにグリーンカードキーが湧きます。ということで今回の紹介動画は終了です。これを覚えるだけでラボの限定アイテムゲットできると思います。いつになるかわからないけど、ラボの解説動画とかもあげようかなと思います。気分が乗ったら作るので動画案とかも募集してます。よかったらチャンネル登録と高評価してね。また次の動画でお会いしましょう。